はい、おはようございます。ダンサー生田なんです。今日も動画を見ていただき本当にありがとうございます。今回もですね、老化予防のアイデアとかヒントをですね、あなたに配信していきたいと思います。今回はですね、この顔の外だるみ対策っていうことでですね、お伝えしていきたいと思うんですけども、顔ってですね、やはりこう重力から、逆らえずにですね、下に下がる、体全体もそうなんですけど、顔に下がりやすいっていう現象があります。それでですね、顔が下に下がるっていうことで、こう長くなるっていうお話も以前しましたけども、今回ですね、この外だるみっていうことでですね、ちょっとお話していきたいと思うんですね。で、どんな感じかというとですね、どんな症状というかで言うとですね、顔が大きくなったっていうことですね。自分の顔がですね、昔、20代の時よりも顔がちょっと大きくなった感じがする、大顔になった感じがするとかですね、そういう方がいてるんですよ、実際ですね。相談でですね、顔が大きくなった気がするんですけどとかですね、そういう方が非常に多いです。で、小顔の施術を受けたりとかですね、いろんなそのセルフケアをお伝えしてるんですけども、今回ですね、あなたにですね、自分の顔がもしかしたら外だるみしてんじゃないかなというチェックと、その外だるみのですね、対策っていうのをですね、やっていきたいと思います。まずですね、外だるみしてんじゃないかなっていうんであればですね、この顔があってですね、なんかまたかかしみたいになっちゃったんですけども、外だるみっていうとですね、言えばですね、こう顔がこう外にこういう感じに下がっていくようなイメージですね。真下に下がるんじゃなくて、横に広がりながら下がるような感じなんですよ。で、このイメージしていただくとですね、皆さん結構総称して、僕もそうなんですけど、下に下がるっていうことを言ってるんですけども、結構ですね、構造的に言うとですね、外に広がるようなイメージの方がいいと思うんですよ。なぜならですね、顔が大きくなるっていう方が多いからなんですね。で、今回この、今外だるみで、この矢印のベクトルに向かって、顔が下がっていくっていうことが分かればですね、あなたが今どんな状態かっていうことが分かります。それでですね、チェックしてほしいところなんですけども、今からお伝えするんですね。デコと、ここですね。目の下と、口、ここ。ここをですね、今からしてですね、今からそのチェックをすることによってですね、あなたのこのデコ、目の下、ここですね、鼻の下、ここがですね、どうなるかということなんですけど、ですね、こうやってほしいんですけども、こうやってですね、軽く内側に押してほしいんですけども、この時にですね、シワが行くか行かないかというところですね、こう逆にこうやって押すとですね、見えます？僕、外にシワ行かないじゃないですか。行かないってことは、僕、外に頼んでないんですね。で、顔行きますよ。顔、こういう感じにしてですね。僕はもしかしたら目のここにシワが行くってことは、ですね、ちょっと外だるみしてるのかもしれない。ここがちょっと広がってるのかもしれないですね。で、あとこの下ですね。こうやって。外だるみしてないですね、僕。多分ですね、僕はですね、こういう動画を撮ってるから、常に炭酸をこう、じゃんじゃんかかってるんで、別に顔がたるむってことはほぼないと思うんですけど、もしあなたもですね、やっていただいて、こう、押してですね、シワが行くんであればですね、シワの動きとか皮膚の動きがあれば、これ、外でたるんでる証拠です。だから要注意なんですよ。で、これをですね、今から改善していくことを、今からお伝えしていきますんで、安心してくださいね。これをやるとですね、あなたのその顔が大きくなったとかですね、外にたるんでるっていうことでですね、改善していきますんで、ちょっとこれやってほしいと思いますね。で、まずですね、この、スプレーです。スプレーがなかったら化粧水とか美容液とかでも結構ですけども、僕はですね、この炭酸生体のスプレーを使ってます。生体ラズの炭酸スプレーを使ってます。で、これをですね、使うことによってですね、血液の循環を良くしたりとか、リンパの流れを良くするっていうものなんですけども、これは顔にかけて強いと感じます。はい。でですね、まずこの目の周りのここから行きたいと思うんですけども、これもですね、ここを筋肉を緩めていきたいんであれば、ここがこう外に伸びてるっていうことを考えるとですね、このここですね、以前のその、むくみとかの時に、こめかみのところのケアもした記憶があるんですけども、そこをですね、復習っていうかおさらいでやりたいんですけども、指をこうやっていただいて、こういう感じですね。ぐり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 と。要はですね、外に逃げてるんで、外に顔がこう広がろうとしてるんで、ここを緩めていくわけなんですね。ここを緩めることによって、従来のそのお顔の筋肉の場所に戻すためにここをやってます。はい。ぐーっと押します。で、次ですね、ここのシワがこうやった時にシワが寄った場合、ここの筋肉がこう外に伸びようとしてるんで、ここもこういう感じでこうやってやってほしいです。こういう感じですね。やってください。
これもですね、やる回数としてはですね、10秒ぐらいをこう続けてもらうといいかなと思う。10秒3セットぐらいやることで、ね、ここのですね、筋肉がピーッと伸びてるのがこう戻ってくるんで、顔の大顔が、こう防がれると思います。やってみてほしいと思います。で、次ですね、この目の下のクマ、目の下のクマちゃんは、目の下のシワですね。ここにこう寄った時に、シワが寄った場合は、ここのですね、ケアをこういう感じで、こうやって動かしてください。こうやって。ちょっと僕、今光が光っちゃったんですいません。こういう感じでやってください。OK ですか？で、ここのね、鼻の下のシワをこういったときは、ここをするのもいいんですけど、まずですね、ここの全体のこのシワが行くときですね、ここの筋肉が重要になってきます。なぜならですね、この顔が大きくなるっていう一つの原因として、表情筋を使ってないって言われてるんですね。表情筋って何かというと、その顔の無表情、笑わないとかですね、顔のその、こう僕みたいに喋るときにですね、ここの顔全体の筋肉を使うことがない人が多いんですよ。最近増えてきてですね。そういう方がやっぱりこの表情筋を使わない分ですね、顔が、筋肉が使わない分広がってくる。やっぱりその疲れであったりとかですね、なんていうんですかね、使わない分ですね、使わない分顔が広がるらしいんですね。だからその表情筋、まあもうたくさん笑ってほしいと思います。皆さん笑ってください。でですね、ここのところをですね、指をこうしてください。こうしてこうぐるぐるぐるっとこんな感じ。あ、顎のこの顎関節のところにガチッと当てて、こう回す。こうやってね。はい。一刻止めですね。これね、あの腹話術の。はい。前もやりましたけどね。こういう感じでやってください。はい。OK ですか？はい。OK ですね。その次ですね。ここ。あ、またスプレー落ちた。これもですね、指2本でいきましょう。指2本でですね、こう。これでロックして、親指でここの、この顎の骨をロックして、こういう感じ。ほら。これも完全に表情筋をケアしてますよね。もう、こう、やった瞬間、顔が動くじゃないですか。これが大事なんですよね。これをしてないから、顔がどんどん筋肉が退化してですね、どんどんたるんできて、顔が大きくなってくるんですね。おそらくですね、あなたもその顔が大顔に気になるんであればですね、もっと喋ったりとか笑ったりとかですね、してほしいと思います。で、このケアをすることで、僕結構こう気持ちよかったですね。で、これをすることによってですね、その顔の外だるみっていうのが解消されます。今みたいにですね、で、こう目の下、この口のここですね。ここをすることによって、この顔の従来の筋肉のパフォーマンスに回復されます。それをちょっとやってほしいんですけども、あとですね、ここの疲労が溜まるとですね、やっぱ動きにくくなってくるんで、これも一緒にちょっとやってほしいと思います。こういう感じでね。これでいきましょう。これ。これも結構ですね、有効な、セルフケアなんで、ぜひやってみてほしいと思います。で、僕ですね、これいつも炭酸スプレー言ってるんですけど、別にこれ使わなくていいですよ。自分の家にあるものを使ってもらったら結構なんですけど、ただ僕はですね、この炭酸スプレーっていうのがですね、言えばですね、毛細血管を拡張してとか、皮膚を、柔らかくしてとかですね、そういう作用があるか僕はこの生体映像のスプレーを、紹介してますけども、他にあなたがですね、一押しのものとかあればですね、それを使ってもらって全然結構ですので、それを試してみて、このセルケを試してみてください。まあこんな感じですね。今日はこの動画終わりたいと思うんです。まだよかったらと思ったらですね、いいねのボタンぜひよろしくお願いします。またチャンネル登録の方もですね、ぜひチャンネル登録お願いしたいと思います。またですね、スプレーも、これどうやって変えるんですかっていう正直問い合わせもあるんですけども、僕のですね、言えば、この商品欲しい方というか購入してみたい方はですね、僕の下にですね、リンク貼っておきますので、そこのボタンを押していただくとですね、購入手続きに行けますので、よかったらまたこれも試してみてもらったらいいかなと思いますので、よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。